今回は可愛いなユタの成長を恐れるみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。育て方間違えたらこのアホの子がマキマさんに育つの怖くない？今でもそれっぽさはちょっとあるの怖い。時々マキマさんのことを連想させるシーンあるよな。この年から魔性の女感あるのマキマ演出が強すぎる。元になってる部分は一緒だから今でもなんとなく似てるとこもあるからな。一歩間違ったら黒髪バージョンなマキマさんになってた。オラピが食って満足しとけがち。このなゆた顔がマキマさんなただの頭電子。髪型がもろマキマさんだから余計にね。小学生なのにマキマさん成分のせいでめっちゃ大人に見える。おい騙されるな、こいつは罪なき子供からデザートを搾取する悪魔だぞ。同級生もガキもです。でもなんとなくそこまで嫌われてはいないんだろうなって感じはするんだよな。ぶっちゃけ気が寄るという姉たちのことを電磁に話すかどうかでいろいろ変わりそう。このまま電磁と朝がいがみ合ってなゆたが妹ヒロインいいとこ取りになる可能性あるけど、それしたらほんと良い意味でも悪い意味でも支配の悪魔だなぁと思う。育てたのが電磁で本当に良かったと思う。アホ成分で中和しないと多分どうやってもマキマさんに育っちゃう。なんすか電磁がアホとでも言うんすか。確かに支配の悪魔だから、むしろ本来の性格がマキマさんでなゆたの方が間違った育て方をしてる結果な気がする。いやまあマキマさんの願い的には今の方がいいんだろうけど、まあ別ベクトルに一歩間違えればよすがの空になるし、血つながってないからならんよ。あっちは本当の妹、こっちは他人。金持ちの家で帝王学とか学ばせてたらヤバかった。愛してやれって託した願いがちゃんと叶ってて俺嬉しいよ。気を許せる相手がいて孤独じゃない、それで十分なんだ。抱きしめて欲しければ毎日でも抱きしめてくれるだろうから今の支配の悪魔は幸せだよ。ギャハハ笑いしてへこいてる支配の悪魔なんてマキマさんが見たら煽らめて殺到する。飲み会楽しかったとかにょわとか言ってたし、マキマさんにもそういう素質自体はあったと思う。それ以上に支配の悪魔として完成してただけで。そっとうかな。うどんをはい、あんとかわんこにこんばんわんとかね。マキマさんとなゆたはなんか仲良くならなそう。この時点で我が国の国民主権の原則について正しく教育すれば、前みたいに総理大臣と契約して日本国民を人質にする手は使えなくなるのでは。マキマさんから見た田舎の友達くらいの仲の良さはあるかもしれない。ほぼ無力化できてるようなものらしい成長の仕方してくれた。デザートパクるくらいにしか使ってないでしょ普段の。電磁もかなり特殊な人間だけど、もし普通の夫婦が波の愛情を注いで育てた場合どうなるかは気になる。この前提の場合、誘惑の右京がちらつくな。電磁の人と違う部分とかが親がいたら変わってたのかね。マキマとパワーが合体したみたいだよね。合体して悪いところいくつか消してバランス良くした感じ。お姉ちゃんたちと絡んでる時は本来の支配の悪魔っぽい部分が強調されるイメージ。まあ前奏マンのことには何とも思ってなくて、これからも思いさんにはならなそう。気が姉だと理解してるのは本能？記憶はないはずだよな。姉妹関係が本能に刻まれてるから転生しても姉だとわかる説。支配の悪魔の物事を把握する力で姉だと察した説。お姉ちゃんは単に年上相手の呼び名として使っただけで対話ない説。今のところ考えられそうなのはこんな感じ。そもそも悪魔が自分たちを姉妹と認識している理由とか事情とかがまだわからんけど、匂いで判別してるはずなのに夜は飢餓の匂いをわからないし、なゆたも朝の匂いを知り合いの匂いなのがわからなかったんだよな。匂いでわかるってのはなさそう。なゆたみたいなマキマさんも可能性があったってことか。ちょっと見てみたい。教育テレビと電磁のおかげで人間は殺しても良いと考えているけど、人間が死ぬと美味しいものが食べられないので積極的に殺すことはない程度に収まってるのすげーわ。やっぱ教育テレビ最高だな。リトマス試験紙とか要素液反応とかワクワクしながら見ちゃうもんな。今日の料理ビマルナーズを見て食育も完璧だぜ。悪魔と人間の時点で殺し合ってる関係だからある程度はしかないしね。電磁が育てればそこはどうあれマキマレベルのヤバさにはならなそう。今でも若干怪しいが。
マキマさんの子供の頃にもデンジ君みたいな人がいたけど、何かあった未来でああなっちゃったのかもしれない。おそらく地上にポップした時点で日本政府に確保されて教育を受けていたんだと思う。自分の中ではデンジといると気の薄風下がるけど、そうじゃないとかはマキマさんにもっと酔ってると思ってる。酔ってるだけでデンジの教育は生きてると思ってるけど。悪魔の成長速度はどうなんだろう？デンジと一緒にいる限りあの姿のままだったりして。マキマさんくらいになるのに1万年かかったりして。今はほんと無邪気な子供的悪魔って感じだから。デンジ以外にも大事に思える人ができたら変わるんじゃないかね。今のところデンジからは妹にしか見られてない気がするんだけど、マキマさんボディに成長したら、デンジからエロい目で見てもらえることもあるんだろうか。父部隊長がデンジに預けたのは大正解だったな。支配の悪魔の特性で実はマキマさんの人格半分くらい残ってるけど、クソガキエミュしてる可能性を俺は信じてる。メスガキは支配したいしされたい。本人っていうよりもデンジとマキマさんの娘みたいに見えちゃうんですよね。デンジがマキマさんを食って意味深生まれたわけだから、実質二人の子供だぞ。以前のコマ見ると最新の絵めちゃくちゃ雑になってるな。これは足というよりメンタルの影響じゃないかな。逆にマキマさんもナユタみたいに大好きな人ができて一緒に幸せに暮らせてたかもしれないと思うとちょっと悲しいな。一応人間に見た目が近い悪魔ほど人間に対して友好的って設定があるから、マキマさんも友好的な部類に入るはずなんだけどな。むしろナユタみたいな性格が本来の姿かも。デンジのおかげで今回は丸く収まったけど、逆に言えばデンジ次第で人間側にも悪魔側にもつくという危うさ。なんならバカな方が支配の隠した判定がバガバになりそうだし、マキマより立ち悪くなりそう。わしのじゃあ支配。デンジっぽい素養を持つ男子同級生の女性感と性癖を決定づけてそう。早くデンジの童貞を奪ってくれ。ちょんまげパワーとの暮らしがベースにあるのがわかるの尊くて辛い。理解力のないわしに教えてほしいんじゃが、マキマさんが死ぬ前ってナユタは普通の子供だったの？それとも同時に支配の悪魔として日本と中国に存在してたの？デンジが死んだ後がヤバそう。マキマさん以上の強さになりそう。正義の悪魔って人間丸ごと食ってるんだから、うんこも食えるはずだよな。ナユタもまだまだやな。